不動産業界で転職するなら宅建ジョブエージェント。宅建を活かせる求人や宅建なしで応募できる人気求人をご紹介。無料面談も実施中。田中城西町の不動産大学、9月からやるべき勉強法編ということで、このチャンネルは完全独学で心しか取った元上場企業の営業マンである私が宅建をはじめ資格取得に役立つ情報を発信するチャンネルでございます。ということで、早いものでもう9月に突入しました。これ残すところですね、ほぼ1ヶ月ちょっとでございます。最初に言っておきます、これですね、9月をどういう風に生かすかによってですね、受験生の命運はですね、決すると言っても過言ではございません。私自身ですね、宅建試験落ちたことあるんですけども、この9月のですね、勉強法をですね、間違えていたせいで落ちたという風に私個人的には思っております。そこでですね、今回は9月からの学習でですね、特にここは気をつけてほしいというところでですね、必ずやってほしいことについてですね、解説をしていきたいという風に思います。必ず最後まで見てください。ということで早速いきますよ。こちらです。9月の勉強法のポイント1。今持っている問題集を完璧にする。まずこれでございます。もう以前から言っておりますけども、今からの時期ですね、多くの受験生が陥る病はですね、欲しい症候群なんでございます。これですね、以前の動画でも言いましたが、これからの時期はですね、とにかく不安との戦いになってきます。で、不安になるとですね、不安を埋めるために何をし始めるかというと、参考書を買い始めるんでございます。こういう症状が出るんでございます。人がおすすめしているやつとかですね、動画とかで探してませんか？もう一冊買い出すならどれがいいかなとか動画で探したりしてませんか？でですね、いろんな人がおすすめしているやつをもし自分が持ってなかったりすると不安になるんでですね、買いに行こうとかいうふうに思いませんでしょうか？私もですね、まさに受験生時代にこの心理状態になったことがあります。まあ実際ですね、あれこれ買い漁った経験もあります。で、結論から言います。今お持ちのものを完璧にしてください。今からですね、買い足した参考書というのは試験日までには全部マスターできません。皆さん、ところてんってご存知でしょうか？これ一部の人を除いてですね、普通の人ってですね、試験勉強で覚えられることって限界があるんです。今やったですね、お持ちの問題集の知識が今ですね、全部入り切ろうとしているところにですね、違う問題集を新たにですね、持ってくるとどうなるかというと、やり方によってはですね、新しくやったことをですね、覚えるせいで、古い記憶がですね、このところてんのように押し出されてしまう可能性があるんでございます。私はですね、まさにこれを経験しました。これですね、参考書やテキストとか問題集っていうのはですね、ある程度の慣れが必要なんですね。で、今ですね、皆さんが今持っている参考書やテキストのですね、勉強にいい意味でですね、もう慣れ始めているんです。ですから今からですね、初見の書物をですね、購入すると、まずですね、やりにくさから感じることになるんです。これはですね、非常に効率が悪いんです。今からの時期ですね、やるべきことは、今持っている問題集や参考書をまず完璧にするということです。中でもですね、宅建業法と法令上の制限は絶対に完璧にしてください。特に宅建業法です。まだまだということはですね、先日のですね、第2回コラボ模試のですね、結果でですね、もう露見しました。で、完璧っていうのはですね、載っている問題を解けるという意味じゃないですよ。解けるのはですね、当たり前なんです。これ解けるのは当たり前ということは何を言いたいかというと、解くプロセス、それからその周辺知識、要するに解説欄に書いてあることですね。この2点もちゃんとですね、思い出すことができて完璧というふうに言えるんです。これ先日ラジオのですね、配信でも言いましたけども、合格者の方の中にはですね、こう参考書と問題集各ですね、1冊ずつで合格できましたっていう人ですね、実際にいるんでございます。ですからね、不安になってあれこれ手を出し始めるとですね、全部手薄になるっていう一番最悪な状態になります。お金もかかります。今からの時期ですね、買っていいのはですね、予想模試。こういうですね、直前予想模試ですね。こういう宅建試直前予想模試。これちょっと結構今売り切れになってるそうですけども、これですね、この直前予想模試。あとはですね、今持ってるシリーズのですね、一問一答とかですね、過去12問過去問題集とか、そういうやつにしてください。例えば、トリセツシリーズであればですね、このトリセツシリーズのこの一問一答。で、今、ミニ星を使ってらっしゃる方で、ミニ星のシリーズの方のですね、過去12問過去問題集とか、こういうふうにですね、同じシリーズのもので買った方が、体裁が似ているので、頭に入りやすいです。そういう感じになります。重要なことはですね、やってきたことをまず忘れないということです。新しく言えるよりもですね、やってきたことを忘れないということにまずコストをかけてください。新しいものにですね、学習の比重が傾いてしまうとですね、せっかく今まで積み重ねてきたですね、基本的な部分が崩れちゃいますので、これ十分ご注意ください。続いていきますよ。9月の勉強法ポイント2、権利関係に時間をかけない。これでございます。もしやったらですね、権利関係半分ぐらいしか取れなかったからどうしようっていうふうにですね、焦り始める人、この時期多いんです。そう思ってですね、権利関係にすごい力を入れ始める人いるんですけども、じゃあそういう方にズバリお伺いします。宅建業法と法令上の制限は何点でしたでしょうか？これですね、権利関係がダメだっていうふうに言っている人に限ってですね、宅建業法は大体ですね、15点とか16点ぐらいで、法令上の制限が5点ぐらいって人ですね、多いんでございます。これはっきり言います。ダメなのはですね、権利関係じゃないんです。宅建業法と法令上の制限がダメなんでございます。今からですね、受験生のタイプを2つに分けてですね、9月の勉強法についてちょっとアドバイスをしますけど、まずタイプ1。業法と法令がほぼ満点で、権利関係に不安がある人。この場合はですね、これまでやってきた業法と法令を必ず継続して記憶を維持するというところにコストをかけつつ、権利関係のですね、苦手分野の問題を継続して解いていってください。
力の比重としてはですね、宅建業法3、法令上の制限3、権利関係4、こんな感じの力の比重でお願いします。あくまで宅建業法と法令上の制限は忘れないように継続しつつ権利関係をやるということを意識してください。それでタイプに、宅建業法17点、法令上の制限5点ぐらいで権利関係が7点ぐらいの人。この場合ですね、力の比重はこういう風にしてください。こちらです。宅建業法4、法令上の制限4、権利関係2、こんな感じでございます。はっきり言いますが、宅建業法でですね、17点以下、法令上の制限で5点以下で宅建試験に合格することはですね、結構厳しいです。できるとすればですね、法律関係の学校を卒業しているかですね、修行者なんかじゃないとですね、結構厳しいです。これなぜならですね、宅建業法と法令上の制限で失った点数を権利関係で取り戻すことはですね、非常に厳しいからなんです。権利関係が難しいというふうに言う方すごく多いんですけども、はっきり言います。権利関係は難しいんです。これは全員にとって難しいんです。その感覚はですね、全員同じなんです。宅建業法やですね、法令上の制限は、多少のですね、応用問題とかですね、周辺知識があるものの、突き詰めていけばですね、暗記科目なんです。で勉強が苦手な人でもですね、根気よく太陽記憶表とかでですね、繋いでいけば、必ず満点近く取ることができる分野なんです。対してですね、この権利関係というのは暗記科目じゃないんです。どちらかというとですね、以前から私言ってますけど、数学なんです、ここは。公式となる知識っていうのはですね、ある程度暗記する必要はあるんですけども、本番ではですね、それを使ってですね、出てきた問題をですね、解かなきゃいけないんですけども、その作業はですね、かなり数学的なんです。なので、それなりの応用力というのは問われるんですね、現場応用力ですね。そしてその応用力というのはですね、1ヶ月ぐらいではですね、大幅に伸びることはありません。内在ですね、本試験の問題別正解率っていうのがですね、あるんですけども、大体毎年これぐらいなんです。宅建業法はだいたい 80% 台。で、法令上の制限が 70% 台。で、権利関係がだいたい 60% ぐらいというふうに言われております。このようにですね、権利関係の正解率っていうのはですね、試験全体で比べてもですね、圧倒的に低いんです。ではですね、どうすればいいのかと言いますと、それはですね、過去問と周辺知識をできる限りですね、抑えておくっていうことなんです。難しい権利関係ではあるんですが、過去問とですね、周辺知識を抑えておけばですね、最低でも7点ぐらいは取れるんです。宅地借家法とかですね、区分所有法とか不動産登記法とかですね、私が動画で得点源だって言ってるところに関して、しっかりと抑えておくだけでもですね、結構点数取れるんです。ただですね、そこからさらにそれ以上に取れるかどうかっていうことになってくると、本質的なですね、学力を問われる部分もあるので、これからですね、権利関係に時間をかけすぎても元が取れない可能性があります。権利関係でですね、10点以上取ることはですね、そんなに簡単なことではありません。ですから今からすべきことっていうのは、権利関係で最悪7点くらいだったとしても合格できるように、宅建業法と法令上の制限を完璧にするということに時間を使ってください。ここが一番重要です。合格するためにはこれを必ずやってください。そしてですね、余った時間に権利関係の苦手分野をピンポイントで学習をしていく、そういう感じのイメージでいてください。感覚としてはですね、こういう感じなんです。宅建業法19点、法令上の制限7点、権利関係7点、税金2点で免除科目4点、合計39点。これはですね、一番私は理想的な形じゃないかなというふうに思っております。このようにですね、権利関係が苦手な人だったとしてもですね、合格できるのは宅建試験なんです。ポイントはですね、権利関係じゃなくて宅建業法、法令上の制限であるということを絶対に忘れないでください。ということでございます。皆さんに伝わりましたでしょうか？これ9月以降ですね、やらなければいけないところですね。まさに今日の動画でですね、お話しさせていただいた内容になりますので、ぜひですね、参考にしてください。ということでですね、今日2本目の動画はですね、こちらの知識、国土利用計画法のですね、重要知識について一気にやっていきたいと思います。ここはですね、法令上の制限のですね、重要な得点源なんですけどもですね、間違って捨てちゃう人いるんです。ここはですね、絶対に1点取れるところなんで、必ず知識をマスターして試験に臨んでください。このためにもですね、今日2本目の動画でですね、しっかりと基本をマスターしていきましょう。ということでですね、こちらのサムネイルをクリックして進んでください。